アリサです。はい、リナです。今回はなんと2人で山口夢花博にやってきたよ。イエーイ。それではスタート。この番組は山口夢花博さんの提供でお送りいたします。今から日本一長い竹コースターに乗っていきます。レッツゴー。レッツゴー。せーの。一番前と後ろめっちゃ全然違った。綺麗。ティアラチャンネル。頑張ろう。頑張ります。山登り体験スタート。完了。じゃあ早いドアップ。あのね、このね、竹の長さが違って叩いたら音が違う。このフライ返しにみたいな叩くんです。ポンポンって。風が近っ。最後ラスト。あれだ。蹴ったな。見てしまった。くじいたね。助けてください。お金がないんです。お金かよ。割れた。イエーイ。うわぁ。お金があれば。みやちゃんの家、レッツゴー。開かない。
足湯がありますよ、足湯。足湯。足湯。あ、入りたかったと。そう。そう。足湯入ったことある？ある。ある。一回だけ。ワン、モア。ワンモアじゃない、もう一回や。気持ちすぎる。山口夢花博はなんかさ、いろんなとこある。楽しいや、遊具とか。それで遊びで疲れた時に、遊びで疲れた時にここに来たらいいと思う。癒されるね。凝りが取れそう。もう一度。ゴジラがある、ゴジラ。すごい。そう。レッテレレッテレレレレレレレ。お、2050年だって。爪や牙に注意。体の表面は杉の葉で覆われているぞ。ビフォーアフター。ディディディ。すごいね。結構立ってるんだね。ほら、だって最初緑だったけどちょっと茶色くなってる。ちょっとストラックアウトで勝負してください。はいはい。どっちが？え？いくよ。お、二球目。三球目。お、よし、おまけ。左上。抜けるか？お、いった。ビンゴ。おまけ二回。よし、4枚いこう。4枚さあ、アリサちゃん5回やったんよね。うん、頑張ります。はい、いきます。はい、いっ。おー、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 3球目。おー、おー、おー、しよしよ。なら横。お、ビンゴだ。おお。そしたら二人ともビンゴ。はい。どうぞ。景品もいただきました。豚さんとパンちゃん。ハリスは豚さんとライオン。豚さんとライオンです。イエイ。あとね、これもらいました。うん、緑の募金にスイートピーとカスミソウ。イエイ。カスミソウです。ね、ゲームでね。ね。景品もらえるから。楽しかった。丸太を切ってみませんか。いいや、ちゃんと処理できます。切ってみませんか。やりましょう。楽しそう。切りたい。みんな図工でやった。こうやってアリサもこうやって。ギガギガギガ。経験者ね。はいね。じゃあ綺麗に取りましょう。切りましょう。はい、そこや。そこ OK。 頑張れ頑張れ。おお、やっぱり力があるね。あるね。素直だね。素直だね。いや、素直なのね。まっすぐ切れてるの。うん、楽に切れてる。みんな性格良かったっけ。結構、先輩変わりますか。変わりましょうか。変わりましょう。よいしょ。3秒で終わらせてくださいよ。え、無理。ダダダって終わる。よう頑張ったね、リナちゃん。いや、ほんとあそこまでよう切ったね。上手やね。ありがとうございます。あれ、アリスさんは上手。性格はどうですか。うん、まっすぐやね。まっすぐですか。やっぱ、時に力がちゃんと入ってるね。よかったね、性格。あ、でも本当上手やね。本当綺麗に綺麗よ。疲れるよね、腕が。頑張れ先輩。だんだん音が軽い高い音になってきた。もう残りがわずか。へえ。音の響きがだんだん軽くなってきた。お、もう動き出した。動いてる。綺麗に綺麗に行くぞ。最後綺麗に行くぞ。よいしょ。綺麗だ。どうでした。ね、本当に切って、あの疲れたりしたから、大工さんすごいなって思った。大工さんね、うん、なんかもう削って、ね、だんだん肩とかが痛くなってくる。なんかよくなんか家作ってくれるなとかね。おお。いい香り。
あー結構重いしね、うん、ほら叩くっていう音がいいよ。第3回の音フィッツタイム。ほんとね、冷たい、ひんやりする。あー冷たい、しかも結構分厚いという、うん、まあリアがこう選んで、でも切れてよかったね。ね、大成功。なんか3になってた。こう これのやり方が分かんない。え、したことないの。あ見て、できたよ。イエーイ、あ、できた。おすごい、高いヒール履いてるみたい。イエイイエイ、紐付きのね。うん、新しいおしゃれ見つけたわよ。どんなおしゃれやねん。ティアラチャンネル。はい、ということで山口夢花博で一日中遊び尽くしました。みなちゃんどうだった？いろんなお花もあって見ても楽しいし遊んでも楽しい、だからダブル楽しいで大満足。おー、山口に来たら山口夢花博。バイバーイ。山口といえば